エマニュエル・ムーニエは、フランスのカトリック哲学者。人格主義の思想運動を主導し、帰還し、エスプリを、創刊、主催した。フランス南東部イゼール県のグルノーブルで、薬剤師の家庭に生まれる。グルノーブル大学に進み、哲学者、ジャック・シェバリエの下で学ぶ。1927年に、パリのソルボンヌに移り、翌年、哲学の上級教授資格試験を2位で通過。 シャルル・ペギーや、ジャック・マリタン、ガブリエル・マルセル、ニコライ・ベルジャー・エフなどから思想的影響を受ける。私立学校やりせで哲学を教えるから、1932年に友人であるアンドレ・デレアージュ、ルイ・エミール・ガレー、ジョルジュ・イザールら若いカトリック知識人と共同で雑誌、エスプリを創刊し、それを拠点に人格主義と呼ばれる思想運動を展開した。 ムーニエの人格主義思想は、例えば哲学者、ポール・リクールの思想に深い影響を及ぼしたことでも知られる。ムーニエは彼の人格主義を次のように定義する。人格主義は一つの哲学である。それは単に一つの態度ではない。それは一つの哲学であって体系ではない。それは諸構造を明確にするがゆえに、 人格主義は一つの哲学であり、単に一つの態度ではない。しかしその中心的な主張は、自由で創造的な人格の実存であるがゆえに、人格主義は、その諸構造のまただ中に、終局的な体系化の一切の意味を解体させる、予測不可能性という原理を導入するのである。西村義彦によると、無意味への自由で創造的な人格は、 実存とほぼ同じ概念に返される。エスプリ氏には多様な思想的、宗教的背景を持つ知識人が参加した。戦艦期にエスプリ氏に寄港した知識人の中には、マルセルやベルジャーエフをはじめ、ジャンラクロワ、ピエール・アンリシモン、ポール・ルイ・ランツベルク、ドニド、ルージュモン、ジャック・エルールなどがいる。これらの知識人たちは様々なバックグラウンドを持っていたが、 文明の危機という認識を共有し、1930年代のブルジョア資本主義社会と議会制民主主義の閉塞を乗り越えるべく人格の価値を擁護するある種の精神革命を支持する点で緩やかに連携していた。これら一群の青年知識人は、1930年代の非惨能主義者という名称でも知られている。 敗戦とペタン政権の成立の後、ムーニエは40年にエスプリシを再刊。ペタン政権下におけるムーニエの行動については、それがフランス版ファシズムの現れと言えるかどうかをめぐって論争がある。エスプリシは41年に発行禁止になるが、44年のパリ解放後に観光を再開した。ムーニエは過労による心筋拘束により、 オードセーヌケンシャとネマラで救世した。ありがとうございます。